玉造温泉玉造温泉の位置。玉造温泉は、島根県松江市玉湯町玉造にある温泉。平安時代より三名泉とされ、規模、歴史ともに、島根県随一、城崎温泉や皆生温泉、三笹温泉らとともに、山陰を代表する温泉地である。玉湯川沿いに桜並木と旅館などが立ち並ぶ。松江城、出雲大社などの観光地にも近く、観光拠点として重宝されるが、基本的に料金設定は高く、数寄屋造りの高級和風旅館が多い。陥落色は一切なく、歴史を重んじた落ち着いた風格を見せる。その他、日帰り温浴複合施設、玉造温泉湯、出雲玉作史跡公園、玉湯川のあぜに足湯がある。温泉街入り口近くの上方を山陰自動車道が通過している。奈良時代回遊と言われることで、宿儺びこなの命が発見したと伝えられている。出雲国風土記章にも記載があり、神の湯として知られた。また、江戸時代には、松江藩藩主の静養の地となっており、湯の助と呼ばれる温泉を管理する役職も設けられていた。玉造という名の由来は、この地にある河川山で、良質の青メノウが採掘できたために、この地の人々が玉造を生業としていたことに由来していると考えられる。三種の神器の一つ、八坂に勾玉目指名玉命によってこの地で作られたと言われている。玉作湯神社にはその指名玉命を祀っており、多数の勾玉や管玉が写宝として保管されている。ありがとうございます。